サモス、1974年6月9日体は、ノルウェーのヘビメタルミュージシャン。様々な楽器を演奏することのできる、マルチプレイヤーである。エンペラー、ザイクロンのギタリストとして著名。エンペラー最初期は、本名のトーマスを逆に表記した、サマットという名義を使用していた。またザイクロン在籍時は、S を Z に書き換えて、ザモスという名義で活動していた。サモスは、 1994年にレコードレーベル、ノクターナル・アートプロダクションを立ち上げ、そちらでも活動を行っている。ノクターナル・アートプロダクションは、キャンドルライトレコードと強い協力関係にある。ザイクロンのライブでのサモス・サモスは、1974年6月9日に、ノルウェー最北部の町、ハンメルフェストで生まれた。出生名は、トーマス・トルモ・ドゥ・サーテル・ハーゲン。 ハウゲンの父はブルースのベーシスト、イエンス・ハウゲンで息子にもベースを演奏するように勧めていた。ハウゲンはハンベルフェストよりも幾分南の町、トロムソで育った。青年期にベルゲンで開かれていたロックレッスンに参加。この場で彼は後に共に活動することになるベガルド・スベレ、スベイタント出会っている。スベイタント・ハウゲンはすぐに友人となり、二人でギターを 弾くようになる。二人はバンドを結成するが、バンド名は安定せず、短期間での解明を繰り返した。このバンドは、最初にダークデバイスと名乗っていたが、すぐにジレナに解明し、さらにエンブリアニックに解明した。最終的に1991年にザウシャルとサファーの名前に決定し、解明は終結する。このバンドは、 キーボードを導入した初期ブラックメタルを演奏していたが、特にボーカルについては、デスメタルの影響を強く受けていた。サモスとイーサーンの友情は強くなり、二人の音楽的才能も徐々に発揮されるようになった。この頃、メーヘムのギタリスト、ユーロニモスの影響でサモスはザ、ザウシャルとサファーを脱退し、イーサーンと共に、新しいバンド、エンペラーを結成した。 サモスは当初ドラムスを担当していた。ザウシャルとサファーにはイーサーンの実が残り、彼のプロジェクトとなった。エンペラー結成から少しして、ベーシストのモルティスとドラマーのファウストが加入し、サモスは最も慣れたギタリストに転向した。この時点でエンペラーは完全なブラックメタルを演奏するようになっていた。 エンペラーは1992年から1993年に、いくつかのデモテープをリリースし、アンダーグラウンドシーンにおいて認知され、人気を得るようになった。しかし、モルティスがソロ活動に専念するために脱退。ツオートが新たなベーシストとして加入した。1994年、サモスは、バーズムヌ・バルグビー・ケネスと共に、ローガラン県ビンダ・フヨルドのスコージョルド教会に、 放火したとして、懲役16ヶ月の実刑を受ける。この放火は、サモスがバーズムの EP、アスックのレコーディングにセッションベーシストとして参加し、そのレコーディングが一時休止している間に実行された。この時、ツオトとファウストも懲役刑を受けて服役したため、エンペラーのメンバーは、イーサーン一人を残して服役することとなった。そのため、 エンペラーの活動は停止した。結局、ソートとファウストはバンドに戻ることはなかった。エンペラー活動後期になると、エンペラー以外のサイドプロジェクトでの活動も行うようになり、最終的に音楽性の違いからエンペラーを解散するに至った。ブラックメタルはサモスとイーサーンの最も好みで大きな影響を受けたジャンルであったが、サモスが未来的なデスメタルを志向していたのに対し、 イーサーンは、ゴシックメタルや、シンフォニックメタルからより強い影響を受けていた。エンペラーの最終アルバム、プロメテウス、ザ・ディシプリン・オブ・ファイア・アデマイズでは、イーサーンが、全曲の作曲を行っていた。サモスは、エンペラー解散時のドラマー、タリム・トルソンと共に、ザイクロンで活動を継続する。2006年にエンペラーをイーサーン、サモス、 タリム・トルソンの3人をメインに再結成。2006年、2007年のいくつかのライブに出演した。この際、ベーシストとキーボーディストがサポートでついた。近年ではスーパーグループであるスカムに参加。スカムにはエンペラーの初期ドラマーのファウストも参加している。2010年にザイクロンが解散し、2008年に結成したデスラッシュバンド、 ザ・レジット・エンドをメインに活動している。また、2007年には、カートゥーンのアダルトスイムのアニメ、メトラカリップスのエピソード、デス・ファッションにおいて、キャラクターに声を吹き込んでいる。影響を受けたバンドは、スレイヤー、ジューダス・プリースト、モービット・エンジェル、ストラッピング・ヤング・ラット、テスタメント、ダークスローン、セパルトゥラ、メタリカ、デッド・ハーベスト、サフォケーション、デス、ネバー・モア、 フーバンホニック、アストラルプロジェクション、ポゼスト、セルティックフロスト、バソリー、WASP、アイアンメイデン、オジー・オズボーン、ブラックサバス、タンジェリン・ドリーム、エントゥームド、ソーンズ、メッシュガー、キング・ダイヤモンド、マーシフル、フェイト、エントゥームド、トーメンター、ボイボドなど、ありがとうございます。